去年11月に横浜市で開かれたミセスジャパンの地方大会、46歳以上が対象となる部門で歩く姿が最も美しい女性に贈られるベストキャットウォーク賞に選ばれたのが、クラシックミセス、エントリーナンバー8、阿部真由美。新潟市在住の阿部真由美さんです。今日阿部さんの自宅を訪ねると、去年の暮れのあたりでちょうど50歳になりました。2人の子供はすでに20歳を超えたという阿部さん。やっぱり自分が頑張ったことっていうのは見ている方にも感じていただいたり認めてもらえるんだなっていう。阿部さんはかつて新潟大学大学院医史学研究科で博士号を取得。まさに知性と美しさを兼ね備えた女性なんです。そんな阿部さんはコンテストが終わった今もウォーキングのレッスンに通うなど自分磨きを続けています。スポーツと一緒です。本当すっきりして気持ちいいです。彼女の、持ってる素質と何かこう挑戦する意志みたいなものが伝わったんだなとは思います。そして阿部さんにはもう一つの顔が。それが飲食店などのステージに立つプロの歌手としての顔です。充実した人生を送る阿部さんですが、取材中過去に苦しんだ経験を口にしました。研究の仕事をしてたんですけれども、まあ忙しさ、過労と、あとこうねストレスから体調を崩してしまった時があって、そんな時に音楽を聴いていたらやっぱ少し気分が楽になるっていうのを自ら体験して。20年ほど前、育児と研究に全力で取り組む生活の中、過労で倒れたのです。そんな時に癒しをくれたのが音楽でした。これをきっかけに夫の転勤のため渡米した2010年には現地でジャズを学び、歌手として本格的な活動をスタートさせました。研究者も歌手もね、ただ何かこう人に何かね元気になってもらいたいっていうところはあんまり自分の中でそんなに似たような感じだなって思うんですけど、音楽活動をすることでお互いが元気に、お互いが高め合っていける、そういうことをやっていきたいです。人を元気にしたいという強い思いを原動力に、阿部さんはこれからも歌を届けます。